来た。はい、おはようございます。おはようございます。どうぞ、司会で、皆さんどうもおはようございます。朝早くから、放送にお越しいただきましてありがとうございます。いつもはですね、自宅からやっているんですけれども、今日は、ここ宇宙航空研究開発機構 JAXA の、宇宙科学研究所アイサスというところ、神奈川県相模原市にある相模原キャンパスより生中継を行っております。ここは、1989年に完成した施設なんですけれども、それ以来ずっと日本の宇宙科学、といったものを支え続けてきた、そういったところです。皆さんも記憶に新しいかと思いますが、今年の6月に、小惑星探査機はやぶさが帰ってきましたが、あのはやぶさが作られた場所というのもまさに、この場所です。そして今現在もなおはやぶさが持って帰ってきた糸川の、かけらが現在この施設内で分析が続けられています。で、実はですね、今日はこの施設から生み出された新しい1機の探査機が今金星に向かっていまして、いよいよ今日金星の周りを回る軌道に入る、それがいよいよこの後すぐ行われます。時間はですね、この後49分後、日本時間の8時49分にこの軌道に入るための噴射というのが行われます。でこの放送ではこの金星探査機アカツキに関して、アカツキとはどういった探査機なのか、それから今日の、金星軌道の投入とはどういうふうに行われるのか、で今後アカツキはどういったことを行うのかということをですね、解説をして、そして、軌道投入の瞬間を見守っていきたいと思います。それでは解説でお願いします。はい、それでは解説はですね、私ではなく、今日こちらに来ていただいております理科さんが担当されます。どうぞよろしくお願いします。どうもです。というとこなんですが、はい、ちょっと音声直してほしいっていう、どんな感じ今、ちょっとごめんなさいね、音が割れてる。あーですか、やり直しちょっと待ってね、かなり絡まって聞こえますか？どうでしょう？音声が潰れてる感じですか？そうですね。ちょっと待ってね。ごめんなさいね。今日、4までやっているので、ちょっと、そうですね。環境が悪い舞台ですね。オイラの、ちょっと、しばらくお待ちください。ちょっと待ってくださいね。どうでしょう、これで、これで大きいかな、どうでしょう。もう一回いきます。聞こえますか？ OK みたいです。 OK ですね、はい、じゃあこれでいきます。はい、お手数かけました。どうも失礼いたしました。じゃあそれでは、そうですね、改めて解説のイカさんでございます。よろしくお願いします。去年から暁を追っかけてくれた人は、前の解説と変わんないじゃんっていうのもありますけれども、軌道投入の、スペシャル版を作りましたので、ちょっとそちらのやつで解説をしたいと思います。軌道投入の開始が8時49分までなので、それまでには終わる解説になると思います。適宜ツッコミはセニョさんとかに、入れていただければと思います。よろしくお願いします。じゃあスライドの方にお願いします。はい、暁金星周回軌道投入についてという形で、簡単に解説をさせていただきます。よろしくお願いします。で今回イラストは、ピクシブとかで、
イラストを描いている、さざなみさんの、あかつきくんと金星ちゃんのイラストを、お借りしました。ありがとうございます。ありがとうございます。かわいいですね。で、毎度おなじみの、注意点です。一般人、私はあくまで素人ですので、一般人がホームページとか、資料を見て、勉強している、放送になりますので、間違いとか誤りが、あったらごめんなさいという形です。今回は、暁の打ち上げから、到着までの軌道、あとは、金星探査という形なので、金星についての解説、あと、暁が何しに行くのか、それの観測はどうやってるのかっていうところを、紹介して、最後に、探査機の、機器とか、特徴を紹介するような流れになっています。はい。で、金星探査機、暁の打ち上げ、今からもう半年ちょっと前ですね。2010年の5月21日に H2A18 号機で打ち上げが行われました。で、もう半年経ってしまったのかっていうところで、結構懐かしい感じですが、今回放送している NVS の人たちも、お、隣のパブリックビューイングの方もライブ中継が始まるようです。はい。よろしくお願いします。じゃあ、ちょっと大きめに喋りますね。種子島より、金星探査機、あかつきと、ソーラー電力セール、イカロスが、一緒に旅立ちました。で、あとは、まあ、キューブサットという形で、ユニテックの新園、で、あとは地球周回の、相乗り衛星が3機に、同乗している、打ち上げでした。で、アカツキとイカロス、軌道はどんな感じで行ってるかっていうと、約半年で、金星に到着する軌道になりました。で、これが5月の頃の、地球と金星の、軌道で、で、今12月。こんな感じの軌道を描いて、金星の方に向かっています。で、それで、いよいよ本日、12月7日に、金星に到着するという形になります。で、ここの写真がですね、暁が、地球から離れるときに、赤外線カメラを使って撮った映像になります。はい。で、サクサク行きましょう。はい。で、今回向かう金星、で、どんな、まあ、惑星なのかっていうところの紹介になります。で、まあ、地球から一番近い、太陽系の惑星になっていて、まあ、明けの明星、宵の明星っていう形で、日本人にも、まあ、日本人じゃなくて世界中でいる、まあ、一番お馴染みの惑星になってます。で、今日も朝見えたんですが、最近は、日の出前、東の方向に、一番明るく輝いている星が金星になります。はい。で、金星と地球っていうのは、双子星っていうふうに言われているんですけれども、まず似ているところから、半径が、金星が6050キロ、地球が6400キロっていう形で、まあ、ほぼ、同じぐらいの、大きさになります。金星に消費税をつけると大体地球ぐらいになるっていう。なので重力も、金星が 0.9G、地球が 1G っていう形で、結構似通っています。で、太陽からの距離は、金星が、地球と比べて 0.7、分だけ、太陽に近い。で、公転が224日になってます。はい。で、今度は地球と似てないところですね。で、自転は、243日。で、ほとんど動いていないに等しい、
ゆっくりとした自転、しかも、地球と、逆の方向を向いて、自転をしています。公転と自転の方向が逆っていうことですね。お、結構周りも盛り上がってきました。おはようございます。ちょっと負けないようにしないとダメですね。頑張りましょう。頑張ります。で、平均温度が464度という形で、ものすごい暑い。うん、で、まあ、髪が燃えるぐらいって言われてますよね。で、気圧も地上に行くと90気圧という形で、これもまた、おぉ、ちょっと負けそうですね。はい、高いです。で、大気も二酸化炭素が9割という形で、これが温室効果ガスの元になって、そうですね。周りのお客さんがみんな向こう側を向いているので、ちょっと負けちゃってます。すいません。はい。はい。二酸化炭素が9割っていう形で、これが金星の温室効果の、元になっている形となってます。なるほど。はい。で、金星の回り方。で、自転と公転が、金星だけ逆になってます。公転の方向と、逆の方向で、自転をしているという形になってます。太陽一周、そうですね、太陽の一周が224日なので、自転が一周で243日、ということは、金星にとっては1年より1日の方が長いという、結構変わっている星になってます。で、そんな感じで、自転はすごい遅いんですけれど、大気の速度がすごい速いという特徴があります。で、上層部では秒速100メートルの風が吹いていて、これは、換算すると4日で金星を一周するそうです。で、自転の60倍の、大気速度を持っていて、この特徴をスーパーローテーション、超回転、という、名称で呼ばれています。はい。こんな感じで、北半球から南半球まで全部同じ方向に大気が流れているような形になってます。で、これがなんで起こってるかっていうのが、ちょっとまだ分かっていないので、暁のその観測の大きな目的、主目的の一つになってます。なるほど。はい。ここまで来ました。で、いよいよ、金星探査機、暁の紹介になります。はい。で、暁の目的ですね。で、第一の目的が、金星大気のメカニズムの解明。で、それに付随して、高度別の大気の観測、さっき言っていたスーパーローテーションという、大気のすごい速い、現象が何で起きているのかっていうのを解明する、スーパーローテーションの観測。あとは雷の、放電現象を見たりします。で、あと赤外線カメラの一つでは地表が撮れたりするので、火山活動が今起きているかどうかなども、見ることができます。で、こういうところで、金星の、まあ、大気の、観測っていうのをやるんですけれども、大きな、もっと大きな枠組みとしては、地球とか火星、金星という、それぞれ、まあ、大気を持ってますが、そこら辺の、比較をしてですね、比較惑星気象学っていう、新しい、気象学の分野を確立しようとしている、大きな目的もあります。で、まあそういう形で気象がわかるっていうことは、まあ太陽系全体の気象がわかれば、まあ地球の気象の知見も広がるし、まあ太陽の活動で、まあそれぞれの惑星が
気象的に連動してるのかどうかっていうところも、わかるとか、結構、そういう、ここまでわかると大きいですよね。そうですよね。はい。で、暁の衛星諸元。ちょっとここは、今回は簡単にしますが、太陽電池パドルが、まあ、二翼ある形の箱型の、衛星になってます。あ、探査機になってます。で、真ん中の、箱のところは、はやぶさの、そうですね、本体部分とほぼ同じ大きさの箱型になっていて、まあ、はやぶさの、その、バスって言われる、まあ、機体ですね。そうですね。はい。機体の、そこを、まあ、ブラッシュアップというか、改良して、より、安定になるような設計をしています。なるほど。で、はやぶさがまあ有名なので、はやぶさと、暁の大きな違いっていうところは、はやぶさはまあパラボラアンテナでしたが、暁からは平面アンテナを使います。まあツルペタのアンテナという形になってますが。で、もう一つ大きな特徴っていうのが、金星の周回軌道に投入するセラミックが製のスラスターになってます。通常は、まあ、今までの、その、投入スラスターっていうのは、いわゆる金属製だったんですが、うん、今回、まあ、セラミック、陶器ですね。陶器の、スラスターを使って、います。コメントが偉いことになってますよ。はい。で、いくつか、内部の写真とかを持っていたので、そこら辺を簡単に紹介します。で、これは2009年の、相模原、今放送しているところですけれども、その一般公開で、ちょうど暁を組み立てている、ところが見れたので、それの写真になります。これ、さっきの箱型の中の、内側から見ている形になりますね。で、内側の、観測機器とかの、様子が割れたり、見られたりします。これは機密じゃなくて、一般公開で皆さんに見せていた、ものになってますね。はい。で、先ほど出ました、平面アンテナです。で、なんで平面にしたかっていうとですね、金星は、地球に比べて、まあ、太陽の熱とかが、まあ、2倍ぐらい強力なんですけれども、まあ、パラボラですと、パラボラの集まってるところに、まあ、熱が集まってしまうとか、いろいろ、良くない問題があるので、今回平面アンテナを使っています。まあ、使うことによって、はやぶさのパラボラアンテナって確か直径が160センチぐらいあるんですが、確か、暁のアンテナはそれより小さい形で、どんくらいだっけ ?90 センチだっけ、あ、ちょっとすいません。数値が今忘れちゃったんで、あれですけれども。まあ、正面積、軽量化っていう形で、そうね、軽くて、スペースも小さくすることができています。で、スロットアレイアンテナっていう方式で、アンテナの中心部から、電圧をかけまして、ちょっと写真で見づらいんですけれども、アンテナの、周りに、ハの字型の、スロットがいっぱいあるんですが、それを使って、そうですね、指向性と離得を稼いでいるっていうような、仕組みになっています。はい。で、平面アンテナに、してしまうと、周波数が、まあ、固定になってしまうっていう特徴がありまして、で、CG で申し訳ないんですが、大きい方が送信用のアンテナで、小さい方が受信用のアンテナで、大小2つのアンテナがついています。で、氷極アンテナを使った時の通信速度は、地球と金星が近ければ 32kbps、最も離れている時で、2kbps という形になっています。はい。で、はやぶさとの比較なので、違うところを出します。で、暁は、はやぶさはリアクションホイールっていう、姿勢制御をする
ホイールが3つついてたんですけれども、まあ、あの、はやぶさんの時は2個壊れちゃったっていうところがあるんですが、あかつきは、これが4個ついている形で、まあ、どれか1つ、壊れても、どの場所が壊れても、まあ、同じ上昇度が保てるよっていう、仕組みになっています。はい。で、こういう形で4個ついています。はい。で、これはそうです。斜めについている形になってまして、はやぶさが、一番左側の三軸直行って言われる、ロールピッチ用の方向に、それぞれついている形なんですが、あかつきの場合は全部斜めについている形で、まあ、どこが壊れても、同じような、残りの3つで同じような制御ができるっていう、そう、壊れちゃダメって言ってるけど、これが、まあ、冗長性を持たせるための仕組みなので、あえて言ってます。はい。壊れませんよ。壊れないでね。はい。で、はやぶさとの特徴で、まあ、はやぶさは、まあ、太陽電池パドルが6枚あって、すごい大きい形になってますが、うん、あかつきは、まあ、金星に向かうので、うん、まあ、地球より太陽に近いっていう形で、まあ、エネルギーは豊富ですねっていう、うん、まあ、地球と比べてだいたい2倍ぐらいの光の強さになるので、太陽電池パドルも、少しで大丈夫。で、パドルは小さくて済むんですけれども、熱対策が重要になってます。で、金星の軌道上でだいたい、130度程度になるそうで、後ろ側は、結構、放電パネルとか、しっかり作り込んであるような形で、太陽電池に、まあ、負荷がかからないような形になってます。はい。で、はい、いよいよ今日使う、メインの、装備です。で、メインスラスターで、これが今回セラミック製の、スラスターを採用してまして、で、京セラとかが共同で作った、スラスターになってます。で、素材は、燃焼室と、スカートって言われるノズルの部分、まあ、両方とも一体成形で作られているセラミックになってます。なんか、セラミックに関して言いたいことあります。500ニュートンになっているので、だいたい、50キログラム、50キロの力をかけ続けたぐらいの力を、発揮する、エンジンになってます。はい。で、今、8時23分か。本日のイベントです。ちょっと見づらいかな？はい。で、今日の大きなイベント、今日の8時49分に、先ほど紹介した、軌道制御エンジンの噴射を開始します。はい。で、その後に、まあ、試食って言って、金星の地球がまあ、金星の影に隠れてしまって、うん、暁と通信できなくなる時間が、8時50分から。で、その間もずっとエンジンは噴射をし続けるんですが、9時1分まで、だいたい12分間、エンジンを孵化し続けます。うん、で、その形で、金星に軌道を投入する、形になってます。はい、で、まだ残りもありますが、一応こういう形で軌道を描いています。右方向から暁がやってきて、金星の、ちょうど、そうですね、金星の影にかかるようなところから、逆噴射を、かけます。これが8時49分から。で、その後、9時1分まで、12分間、エンジンを孵化して、周期約4キロ、周期約4日、
遠近圏って言われる一番遠いところで、だいたい20万キロの位置にする、楕円軌道に、投入されるような形になります。はい。で、コメントでも、いただいてますが、これは一発勝負になっているので、ここで頑張れば、暁くんは金星ちゃんとランデムできる。なるほど。形になります。で、結構いろいろ、イベントがありまして、まあ、地球、金星から見て地球に隠れるた後、今度は、金星の影に入る形になって、日陰っていうのがあるんですが、そこは、太陽電池パドルから、電力を取れなくなってしまうので、バッテリー運用と、まあ、機器が冷めないようにヒーターで、運用する時期っていうのが、あります。はい。で、無事に、軌道投入された後はですね、まあ、周期約 4日の、軌道から、また、エンジンを吹かしまして、今度は周期2日、だいたい、10万キロちょっとだったっけな、の軌道に投入して、まあ、高度を下げるというか、近づきます。で、もう一回孵化して、いわゆる観測軌道で設計されている、周期30時間で、遠近点が8万キロ、近近点が550キロっていう、軌道に投入されると、まあ、観測が、ようやくできるというか、そこが観測の軌道になって、いわゆる完全に成功しましたっていうような状況になります。なので、今日重要なのは、金星の楕円軌道に入るっていうことが。とりあえず入る。はい。ですね。何としても入るっていうですね。はい。で、そういう形で、さっきが、9時1分の噴射終了まで紹介しましたが、その間、その後、まあ、試食、通信が再開できるのが9時12分から。で、その後、また9時36分から、10時40分まで、その日陰に入る時ですね。それがだいたい1時間程度続きます、うん。そこがバッテリー運用になるよっていうところですね。で、その後、また通信とか、ちゃんと軌道に投入できたかっていうのを、まあ、地上の方から観測を、レーダーとかで。そうですね。電波で観測をして、まあ、所定の、軌道に入れましたっていう発表が出るのが、今日の夜のだいたい9時ぐらいというふうに言われています。なので、今日これから見るイベントっていうのは、噴射のところの様子は管制室で見れるんですが、実際に投入されたかどうかっていうところは、今回は、わからないよっていう形になります。そうですね、12時間後をお楽しみという形です。そうですね。はい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 。じゃあ、軌道と観測という形で、簡単に紹介します。で、無事に、近近点550キロ、遠近点8万キロ、周回30時間の軌道に入れたら、どういうことをするかって言いますと、はい、離れてるときは、金星の全体像を、で、近づいているときは、雷の観測とか、一部のクローズアップの撮影をして、近づいているときは、クローズアップで、うん、で、離れてるときは、まあ、気象衛星ひまわりみたいに、全体の大気の様子を観測するっていう形になります。あ、延長大丈夫、今日は。2時間撮ってます。はい。で、そうですね、どうしようかな。結構観測のところも、なんかみんなじっとしてる様子になってきたので、まあ、早いですかね。もうちょっとかな。ちょっとだけ、管制室の様子を映そうかな。はい。今、ちょっと解説の途中でしたが、じゃあ、行きましょうか。はい。管制室の、運用室ですね。運用室の方が、
結構人が集まっている状況になってきたので、ちょっと今切り替えてみました。さっきからなんか人が続々と集まって、そうですね、みんな固唾を乗って見てるような感じになってきましたね。あ、ちょっと待って、じゃあこっちを大きくしましょう。よいしょ。こっちでも大きく見れるようにします。これでいい？はい。はい。あ、大丈夫。はい。はい、で、実際の、この、運用室の音声とかは、もらえていない状態ですけれども、大集合してるのがもうわかるような形になってます。この後の大きなイベントですが、はい、あかつき自体にはもう、この40、運営室で、はい。あ、運営室で、はい。そうですね、あかつき自体にはもうすでに、49分から、噴射をしなさいというコマンドは入っていて、ここから先は、赤月が自分自身の力で、エンジンを吹かすっていう形になります。で、大体地球と金星までの距離が今6300万キロですね。あるので、大体通信をするのも、くらいだっけ ?240 秒だから、まあ3分から4分ぐらいかかるので、今からまあ、コマンドを打っても、間に合わないっていう形で、事前に赤月の方に、まあ、コマンドを覚えさせて、自分で噴射をしなさいという、状況になっているそうです。はい。さあ、見守りますか、こう、あとは。解説を続けるのと、運営室を見守るの、どっちがいいですか？どっちがいいかな？多分ね、解説か。じゃあちょっと、もう少し解説続けます。で、49分が噴射開始なので、はい。はいはい。モニター見ながら、なんか動きがあったらすぐ切り替えますね。そうですね。はい。はい。で、じゃあちょっとだけ解説続けます。はい。で、金星の観測方法。で、赤月には、カメラをいっぱい積んでるんですけれども、目的が違います。どういう目的でやってるのかっていうとですね、はい、金星の大気に、特定の周波数だけ地表が見える、周波数とか、仮想の大気を見るならば、この周波数があるっていう形で、特定の周波数の、大気の窓って言われている、周波数がいくつかあることが分かっています。で、その周波数には、カメラの特性を合わせていて、例えば地表面から、仮想大気、上層大気で、あとは、雷だったら可視光とかが見れるような形。っていう形で、5種類のカメラを積んでいます。で、簡単に、カメラの紹介をすると、IR1 カメラ。これが、波長が1マイクロメートルの近赤外線の、カメラです。で、これで、まあ、大気の窓って言われている、周波数に合っているので、地表と、仮想の雲の様子がわかるカメラになっています。はい。で、続きまして、IR2 カメラ。で、これが、2マイクロメートルの近赤外線のカメラ。こちらは、中層とかの、雲の様子。あとは、一酸化炭素の様子を、雲の様子がわかったりします。はい。はい。で、続きまして、LIR カメラ。で、これが中間赤外線。
雲の温度がわかる、まあ、サーモグラフィーみたいな、特徴を持っているそうなんですが、雲の温度がわかるカメラを積んでいます。で、4個目が、UVI と紫外線のカメラ。これは二酸化硫黄とか、そうですね。金星上層部の、プラズマ化して、そうですね、プラズマ化した、放電とかで、まあ、そうですね、冷気した、分子とかが紫外線を発するので、それがわかるカメラだったりします。で、もう一つが、LAC って言われている可視光のカメラで、雷とか大気光を見る、カメラがついています。まあ、この5つのカメラを使って、金星ちゃんを、地表から大気上層部まで、いろいろ解析するっていう形になります。ああ、なるほど。ちょっとまだ朝時間早いですけど、その話題はいいんですか？大丈夫です。大丈夫だ。問題ない。はい。はい。で、観測の続きで、はい。戻して戻して。だいたい40分ぐらいまでとか。はい。で、はい。今、金星で運用している、別の、探査機が一機います。で、ヨーロッパ、ESA、欧州、なんだっけ。欧州宇宙機関、ね。そうそうそう。欧州宇宙機関が、2003年に打ち上げて、2005年から観測をしている、ビーナスエクスプレスっていう、極軌道、はい。パチパチパチ。はい。金星を、縦に周回している、探査機があります。で、今も、観測中なので、暁と、観測の、補完関係にあります。相互関係か。で、縦回りの、ビーナスエクスプレスと、横回りの暁で、まあ、縦と横で、大気の様子を、立体的というか、まあ、別の角度からちゃんと見ることができるっていう、いい関係で観測ができるっていう、探査機が一機上がってます。で、もう一つ、地上からも、共同で観測するよっていう例の一つになるんですが、今日5時半だっけ？名寄から、誰だっけ？ゴマさん。はい、ゴマさんが放送してくれてましたが、名寄に天文台があります。北海道名寄市。北海道大学、大学院附属天文台っていう、天文台がありまして、で、ここが、暁のその、さっき言った、赤外線カメラと同等の波長を伴える、観測機器を、構えまして、暁と協力して、金星を、観測をします。まあ、暁が近いので、高分解能で、暁は観測できるので、名寄は、大きい、大きい、レンズなので、分光観測とか、そっちの方ができる。で、こういうところ、写真をいただいてましたので、ちょっと紹介。あ、綺麗ですね。非常に環境のいいところらしいですね。さすが北海道。はい。で、特徴として、主鏡が 1.6 メートルの、惑星中心に観測するための望遠鏡があるの、あるそうなので、それで暁を、と協力して観測をやるっていう計画になります。はい、解説はもうそろそろ終わるので、最後に、広報イベントというか、まあ、ネットのイベントとかで出てきた。みんな署名してくれた人もいるかな？金星ミクが乗って、金星ミクって言われてますが、1万4000人ぐらいで、署名してパネルに乗っけた、初音と初音の、署名も今日金星に到着します。で、まあ、署名した人で、まあ、今日来てくれてる人は興味があるんですが、金星を見上げてみると、暁と、ミクがいるよっていうことなので、ついでに金星も、
どういうことやってんのかっていうのを興味持ってもらえると非常に嬉しい。そうですね。はい。で、私のマスコットと半分になってしまってますが、勝手に治ってますが、はい、赤月くんと金星ちゃん、いよいよ到着します。で、到着してからが、観測の、とかメインミッションになりますので、赤月くんの活躍に期待しましょう、と。そうですね。はい、これですね。おい黒いのは私のアイコンにしてます。はい。悪役なんですか？悪役じゃないです。悪役じゃないです。日陰に入ると黒くなる。ああ、なるほど。はい。で、赤月が、まあ、金星大気の謎に挑みますので、ミッション、最短でも2年っていう期間が設けられてますが、そうですね、ちゃんと観測機とか、丈夫に作ってあるそうなので、多分2年以上観測してくれると思います。うん、で、まあ、ミッションが長期なので、いろいろ、逐次、成果が出ると思いますが、ぜひ、観測結果とか、そういうところも応援していただけると嬉しいなと思います。はい。はい。という形で、私からの解説は終わりです。ありがとうございます。ありがとうございました。皆さん、拍手。ありがとうございます。そういう形で、そろそろ管制室が。ね、じゃあ、管制室に。はい。お願いします。さっきからやっぱみんなじっと見てますね、なんか。そうですね。もう、多分今はテレメトリーを見てるか、じっとそのデータを見てるしか、多分やることがないというか、うん、もう、あとは、赤月くんが、無事、噴射をしてくれるかっていうのが、取れるかっていうところを多分、待っているっていう形になると思います。うん、人事を尽くして、天命を待つですね。ですね。なので、49分に、実際、赤月が噴射をしますが、だいたい3分ちょっと、情報が来るまで、時間がかかりますので、そうすると、やっぱり、テレメトリーがわかるのが、こう、49分だから、多分2分か3分とか、そのぐらいにならないと、多分情報が来ないのかな。あ、シリピーが今起床だそうですよ。おはようございます。赤月からの電波はだいたい、3分半から4分ぐらいかかると思います。ありがとうございます。4分だそうですね。ありがとうございます。あ、いや、止まった。はい。猫さん、猫さん。ペコペコ、油断してるときにやらないでください。うん、何をやってるんでしょうね。これはもう、やっぱりみんなじっとモニターを見ている人がほとんどですよね。そうですね。はい、今が、あと少しで44分なので、はい、はい、5分前ですね。はい、5分前ですよ。あちらもやってるんですかね。カウントダウン。あちらは淡々と放送するそうです。ヤックもすごいなんか人が集って。なんか、インターネット配信の方は人がすごいそうですね。あ、そうですか。やっぱどこも満員でありがたいことです。噴射は49分なので、あと5分、もう4分ですね。4分です。4分ぐらいで噴射が開始されます。49分から、噴射が開始なので、実際、
運用室で噴射が開始したのが分かるのが53分ぐらいになると、ね、はい、運営室の方で、あ、運用室ですね。運用室の方で、噴射が始まった様子とかを、なんかジェスチャーしてくれると嬉しいなーっていう。はい。で、噴射はそうです。コメントでいただいてますが、49分から9時1分までの、12分間になります。はい。あ、今。これ今出てるんですか？カウントダウンクロックを、表示しました。多分、時差が発生してると思いますが、ちょっとそこら辺はご了承してください。多分、ラグが発生してると思うんで、はい。問題はこっち見れないことですね。ね、OK、あ、大丈夫、大丈夫。一応、じゃあ、ちょっと、はい。はい。あ、まあ、いいや、大丈夫です。はい。はい。はい。で、噴射は12分間なんですけれども、金星の、その周回軌道に、入れる最低の噴射時間っていうのは確か、どのくらいだっけなぁ、と。9分ちょっとだっけな ?9 分ちょっと、噴射が行われていれば、ちゃんと金星の周回軌道に入れるので、うん、リカバーが可能。なるほど。で、まあ、ベストは、12分間、正常に吹いてくれるという形になってます。はい。お。今流れてるかな？あ、大丈夫ですね。はい。はい。もうそろそろ47分30秒、もう少しですね。はい。はい、はい。あとはじゃあずっと運用室で流してましょうか。お願いします。ちょっと切り替えるよあの人。なんか狙ってるからね。はい。あ、あと1分切りましたよ。はい、あと1分で噴射開始です。じゃあ一応カウントダウンを10秒前ぐらいからやりますか。いや、10秒前。はい。あっちが正解かな。多分、はい。はい。これ記事でいきましょう。はい。はい。あと30秒。はい。はい。10秒前です。はい。はい。はい。ますよー。10秒前。9、8、7、6、5、4、3、2、1。噴射開始。運用室とかではまだ情報が多分見守ってる状態だと思いますが、はい、実際、金星の近くの暁は今噴射を開始しています。どごーっていう感じでコメントが流れてますが。500ニュートンの、まあ、セラミックのスラスターを、孵化して、まあ、減速をして、金星の周回軌道に乗ろうとしているところです。で、運用室の方では多分、53分頃には噴射を開始したかどうかっていうのが、多分、テレメトリーでわかるのかなと思います。そうですね。あ、皆さん記念撮影をされてますよ。記録の人を見てるのはみんなやっぱモニターを
来てますね。うん、はい。で、次のイベントとしては、はい、50分43秒から、試食開始という形で、金星の、そうですね、地球が金星の影に隠れるので、通信ができなくなる時間帯に突入します。それが43秒なので、もうすぐですよ。そうですね。はい。はい。今が、試食開始です。はい、地上局と通信ができなくなる時間帯です。ここは、だから完全に、暁が自分の自身でずっと制御をしている。そうですね。はい。で、どうでしょうね。ここから残り10分間、9時1分まで、はい、エンジンを吹かしている形になります。はい。ここは、運用の方も見守るしかできないので、固唾を飲んでみるしかないっていう、すごい もどかしいといえばもどかしいですよね。噴射したよっていう電波というか、信号は向かってきているので、53分ぐらいで分かるかなと。多分、今、固唾を飲んで見てるのは、そろそろ降りてくるかどうかっていうのを見てるところだと思います。胃が痛くなりますね。そろそろかな？うん。どうだ。だそうです。やった。よし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 。よしよし今日早いな。なんかやってました。あ、多分吹いただけだとまだ喜ばないっていう。そうですよね。あ、はい。
大丈夫です。はい。で、この後はですね、9時1分ですね、噴射が終了するイベントが、もうあと6分程度で、はい。はい。で、噴射終了の時はまだ、地球の、まあ、金星の影に隠れてしまっているので、噴射が終わったかっていうのは、すぐにわからない。で、試食終了が9時12分になってますので、そこから、データがまたやってくるっていう形になります。なので、多分通信が開始してすぐ噴射が終わったかどうかっていうのはなかなかわからないと思うんですけれども、やっぱり9時15分以降からデータが降りてきて、ちゃんと噴射が終わったかどうかっていうのが、徐々にわかるのかな。で、そこら辺が、いつ、ちゃんと正常に吹き終わりましたかっていうのが、わかるのはちょっとやっぱり運用室さん次第なのかな。そうですね。はい。一つじゃあ、とりあえず峠は越えたと。はい。一応というか、まあ、ぴったり吹いてはいるそうなので、あとは、金星の影から無事出てくることを。そうですね。はい。さて。はい、どうです。さあ、どうしましょう。といっても、しばらくやることは、はい、実はなかったりして、待つしかないんですね、今、ひたすら、金星から出てくる周回軌道に乗って、通信が復活するか、回復、また通信してくるかっていうところを見るしかないっていうところですね。まあ、噴射が終わってからでしょ。終わってから。はい。一応10時までありますので、今回は。はい。じゃあもうコメントを読んでいくしかないですね。はい。とりあえずは。はいはい。どっから読んでいきましょう。何か残ってる解説はないですよね。一通りやっているので、じゃあちょっとイベントのところはもう一回出しましょうか。はい。はい。あ、じゃあ椅子の音が入ってるみたいですよ。しょうがない。はい。じゃあちょっとだけ噴射のところに関してもう一回。で、今回今赤月が噴射を今続けている、メインスラスターになります。はい。500ニュートン、だいたい50キロの力を加え続けるぐらいの、パワーを持っている、エッジになっていて、うん、昔というか、通常は金属製のスラスターが、まあ、普通なんですけれども、今回、まあ、JAXA と京セラさんとかが共同で開発したセラミックスラスターを使っています。で、まあ、セラミックって陶器なので、衝撃に弱いとかいう、まあ、弱点がありますけれども、うん、これはちゃんと、秒速何キロっていう形で、確か、砂粒とかを当てても大丈夫とかっていう形で、ちゃんと試験をしているので、まあ、ちっちゃなデブリとかだったら、うん、ちゃんと耐えられるような、セラミック製の硬くて丈夫なスラスターになっています。はい。で、今がもう59分ですが、9時1分に、スラスターの噴射が終了します。はい。で、その後に9時12分に、通信が、まあ、金星の影から出てきて、通信が再開されるのが9時12分。はい。なので、テレメトリー、が降りてくるのが、9時16分とかそのぐらいかな。から、またデータが降りてくるという形になります。はい。で、今こんな感じの軌道を、右から、
金星の方にやってきて、地球がだいたい、このスライドの斜め、右上の方にあるんですけれど、うん、金星の影に、入られている状態から、まあ、スラスターを吹かして、今ちょうど影に隠れているところ。赤いマークの位置ですね。ここら辺。で、今ちょうど逆噴射をしている最中です。という形になります。はい。という形で、あと30秒で噴射終了。はい。カウントダウンします？やりましょうか。やりましょうか。じゃあもう、はい。はい。じゃあカウントダウンしますね。はい。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、噴射終了です。さあ、これで暁は、自分で噴射を止めて、そうですね、軌道に乗ったところだという形になります。はい、ただまだ、影に隠れているので、うん、データはすぐには降りてきません。はい。あかつきくんのツイッターは、あれですかね、噴射開始ナウとか書いたんですかね。どうでしょう。あかつきくんはどうでしょうね。さすがにツイッターまで終えてなかったので。さ、運営室の方も大変だから。あ、そっか。あ、でも噴射を開始したことは、ツイッターで今、1分前につぶやいてくれてますね。ありがたいことです。中の人ご苦労様です。はい。あ、はい、お、何？お。あ、今テロップを出してくれて、49分に噴射を開始してるよっていう。テロップを出してくれました。遅いよ。いやいやいや、これはだって間違えられないし、ねえ、出してあげようという心意気ですよ、あれは。遅いよって言っちゃダメです。失礼いたしました。あとで編集で切っててください。いやいや、生だから。あ、そっか。はい。さて。さあ、また。イベントが、あれですね。もう一回じゃあ、ああ、ごめんごめん。ちょっと待って。はい。はい。ああ、映ってるか。はい。で、まあ、今、次が12分に、金星から出てくるところになって、で、うまく、すべて正常であれば、周期が約4日、遠近点が約20万キロの、楕円の、金星周回軌道に乗るはずです。で、また、一周して戻ってきたら今度、また金星の、近づいた時に噴射をして、今度は、周期約2日の、軌道に、まあ、そうですね、楕円軌道をちっちゃくするような形の、制御を、戻ってきたらやります。で、また一周して、観測軌道と言われている、遠近点約8万キロ、近近点が550キロの、周期30時間の、軌道に乗せて、観測軌道に、成功します。で、ここからが、カメラを、金星に向けて観測をするっていうのが、ここに入ってから、金星の像が多分撮れるんだと思います。今回のカメラとかって、近赤外線とか赤外線カメラが主流で、太陽に絶対向けちゃいけない運用をしているので、ここら、その、
その姿勢制御とかで、うっかり、その、太陽にカメラを向けないように、そこら辺はすごい注意をして、カメラを隠してから軌道、姿勢を変えて、いわゆる、映り込まないような形の、その、運用をしているので、やっぱり非常にデリケート。なるほど。ですね。なので、観測軌道に入ってから、カメラを向ける。挙動をする形になります、うん、はい、じゃ あ, あと10分ぐらいで来るかなぐらいですね。そうですね、データが来るのが来始めるのがそのぐらいかなと、うん、おあります、はい、もう待つしかないんですけどね。どうしましょう。何かネタあります？そうですね。運用室の様子はできれば、通信復活ぐらいまで見たいなというところではありますが、すね、はい。ずっとじゃあ流しておきましょう。はい。そうですね、松見の辛さですね。お、なんか今出てきました。あ、なんだろう、何、あ、今のテロップは、遅食に伴う通信中断中っていう形の情報が出てました。これも正常です。はい。はい、私がマスコットにしちゃってる暁くんの、イラストというかキャラクターを作った人は、はい、この、運用チームというか、カメラの担当の方が、確か、キャラを起こしていて、で、はじめ、なんだこのゆるキャラはって1年ぐらい前を言われていたんですが、もうツイッターとかイカロス、うん、イカボーとかの連動で、そうですね、一躍有名人というか、うんうん、すごいいいキャラになってますよね。もうすごい、うんうん、だいたい JAXA の公式とかで軌道を説明する今ここにいるよっていうのが、うんうん、このアイコンでなのでうんうん、うん、いいですよね。でもね、ようやく日の目を見たというか、うん、ここからがメインですよという主役になります。しばらく凄いアスキーアートで、あ、暁のアスキーアートだ。すごい職人オツです。また出てきた。はい。はい。12分だからもう少しですね。なんか大量増殖してます。お、大丈夫ですか？はい。はい。ちょっとマイクの位置を調整してます。ごそごそなるかもしれませんが、ご了承ください。てか。あ、ミラーもしているようですね。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。今何人ぐらい撮られてるんでしょう？自分が見れる範囲。なんで164人。全体だとちょっとわかんないですね。今、通常のページは落としちゃってるので。誰かコメントで。今、来場者数どのぐらいだか教えていただけると嬉しいです。お願いします。おお、すげえ。4500人。本当ですか？ありがとうございます。ありがとうございます。満員なんですけど、うん、やっぱすごいですね。やっぱというか、
宇宙に興味を持ってもらえる人が増えているという。いいっすね。コメントで、はい、今回ニコ生中継は、NVS の方3名と、はい、セニョさんと私の 5人ぐらいでやってます。はい。あとは、NVS 非常職員、非常勤。あとは、結構宇宙ファンの皆さんがみんなパブリックビューイングで、よく見知ってる方が後ろにいっぱいいます。はい。いろいろ差し入れもいただきまして、この場をお借りしてお礼申し上げます。あと5分ぐらいですかね。そうですね。試食が終了するのがあと2分。あ、1分。1分。そろそろ。レベルも上がったんですか？ありがたいなぁ。あ、大丈夫です、はい、そう、コミュニティのレベルで、音声レベルじゃない。あ、そうですよ。はい、あと1分で、試食終了で通信が復活する。ただ、まあ、電波が届いてくのが、4分ぐらい後なので、やっぱり2+4、やっぱ16分ですね。そうですね。16分ぐらいから、通信というかテレメトリーがまた降り始めるっていうような状況になります。うん、そうですね。今多分、暁のために、日本とキャンベルとか、あとアメリカとか、結構、いろんなところの、アンテナが、暁の方を向いていてくれているはずです。おー。それで、アメリカと日本とオーストラリアとかのアンテナを使って、うん、まあ、三角測量で、あ、暁の正確な位置を割り出す。で、それで、まあ、ちゃんとした軌道、所定の軌道に投入されてるかっていうのが、わかるのが、やっぱり、いろんなところからデータもらって、うん、そのデータの、まあ、付き合わせをして、うん、わかるのが、やっぱり、12時間後。なので、9時ぐらいに、投入されたかどうかが発表できるよっていう状況になります。ちょっとついちゃいましたが、試食が終了しました。で、暁からまた電波が、地球に向かっているところになります。はい。さあ、次どっちからまた聞こえてきますかね。そうですね、向こうはテレメトリーとかをなんか間接的に見てるような気がするので。こっちでも欲しいですね。いや、見てもわかんないでしょ。そうですね。はい、また管制室の方で通信が戻ってくるかを、表情とか行動を見ながら、あとは多分さっきのお姉さんがまたしばらくしたらテロップを出してくれると思います。はい。あ、また僕、また油断していると。
あと1分ぐらいで通信が。そろそろですね。そうですね。はい、やってくる時間になるかなと。右スクリーンに来るらしいですね。おお。なんか、見にくい。さあ、来るかな。そろそろですね。なんかヤックの放送の方がフリーダムっぽいんですけど。すぐお隣なので、後で来てくれると嬉しいけど。来てください。はい。試食終了から4分が経過しています。そろそろ、そろそろデータが来るかな？来てるかもしれないけど、まだわかんないのかな。どうでしょう。さっき紹介した平面アンテナは、氷徳アンテナっていう形で、向きをちゃんと合わせないと通信ができないので、ここは、緑原因っていう、まあ、幅が、通信の幅が広いもののアンテナで通信をしているはずです。ちょっと、これは推測ですが。どうだ。まだか。いやー緊張しますね。電波が届いてもテレメトリーの速度とかもあるので。一通りデータが来るまでは多分喜ばないんだろうなと思って。うん。そうですね。はい。今は管制室の様子を、引き続き流しています。はい。予定では、今、暁から電波が届き始めている、状況になっていて、それをみんなで見守っているっていう、ところになります。
はい、今周囲の方も皆さん固唾を飲んで見守っています。どうでしょう。はい、でこの後はですね、9時36分から、はい、金星と太陽の、まあ、要するに金星の影に、日陰に入るような形になるので、そこからバッテリー運用で、運用をします。はい、でその間も、ヒーターとかで各観測機器とかミッション機器は温めるんですけれど、その間も通信はできてるよっていうような状況になるので、基本的に通信が途切れることは、しばらくないはず。固唾を飲んで見守っている形が引き続き続いています、うん、そうですね、特に大きな動きはないです。はい、これはなりますがきっと大丈夫でしょう。なんかテロップ出してほしいですね。確認中とか。そうですね。え？
なんか始まりましたよ、隣は。今お隣の放送で何か始まったみたいです。ちょっとこちらでは、運用室をしばらく、動きがあるまで流してみましょう。そうですね。はい。いや、これはでも。じゃあ、ビーナさん、どうぞ。いいですか。じゃあ、皆さん、ですね。後ろに、見学に来ていた、ビーナさんです。はい。宇宙コミュニティの総裁、ビーナさんです。じゃあ、ちょっとだけ、はい。はい。どうも、リーダーでございます。今日は普通にギャラリーとして来てたんですけどね。はい。なんか、どうも、リーダーでございます。どうも、皆さん、ありがとうございます。はい、眉毛綺麗。はい、そうです。どうも、お疲れ様でございます。はい、どうですか、今日はパブリックビューイングに来てる。パブリックビューイングね、初めて来たんですよ。結構人がいっぱい来てるんで。もっと、なんだろう、前に行きたかったり、まあ、こっちも気になったんで、はい、YAC の方にすごい、そうですね、ヤックの方は、うんうん、お子さん連れとかも含めて、かなりの方が来ています。うん、すごいいっぱい来てて、びっくりして、基本的にっていうか、まあ、そうですね、宇宙教育テレビやっていただいてますが、基本的には、運用室の様子しか流してないという状況でもありますが、やはりこういうイベントがあると気になる人ってもう増えてきてるのかなと。なんか相談始めたってる感じで。今の笑い声はなんかね、ヤクさんの方はなんかやっぱりお話が始まってるみたいです。はい。質問にあります。噴射時間が短かった場合でもですね、9分、ちょっとすいません、正確な数字が出てこないんですが、6分か9分ぐらい噴射できていれば、金星の周回軌道には、乗れるので、そこから、リカバーっていうのはもちろん可能になります。で、正常であれば、12分間孵化して、さっきの、遠近点20万キロの軌道に乗るっていう。ごめん。6分か9分で、まあ確かに差があるんだけど、ちょっとその数字忘れちゃったんです。すいません。ちなみにマイクどこにあるんですか、これ。はい、これです。これですか。なるほど、ね。はい。とりあえず、結構、固唾を飲んでますけど、なんか、軌道計算って、はい、時間がかかるものっていう噂を聞いたんですか？そうですね。正確に軌道に、所定の軌道に乗ってるかどうかっていうのは、地上局で、三角測量をして、この軌道に乗ってるねっていうのが、だいたい分かるまで12時間ぐらい。衛星側で分かるわけじゃないですか？衛星側は、まあ、軌道に乗ってるのは分かるけど、自分がどこにいるかっていうのは、衛星自身にかけては分からないので、やっぱり地上からのサポートがないと、正確な軌道に乗ってるかっていうのは分からない。ちょっと振り返ってみると、はい、まず今日は、まず、なんでパブリックビューイングやったかったら、そこから、ちょっと、ざっと振り返りましょうよ。ざっと。まだわかんない。だから、今日は何が目玉で、こうやってみんなしてるか。人が、多分ね、宇宙コミュニティって、結構、人がいっぱい来てるから、よくわかんないけど来てみたっていう人もいるかもしれないから。なるほど。うん、ですね。さらっとでいいんですよ、さらっとで。そうですね。もう一回、じゃあ、初めから簡単に言うと、今日、12月7日、どうしたの？大丈夫だよ。12月7日に、そうですね。今、まあ、金星に向かっている、探査機、暁が、金星の周回軌道に乗るのが、今日、今、
行われている最中です。で、なんか赤月にはすごいニコニコと関わりのあるものが載ってるっていう話があるんですよ。そうですね。一つが、超電磁 P とかが。お、完成室がざわつく。お、はい。ちょっと、はい、動きがあったようなので、はい、戻ります。あ、ごめん、説明は下手なのは、完成室がやっぱり気になるんです。それ気になるわ。あっちはいい。なんか、ちょっと見たよ。そうですね。はい。拍手は、はい、隣の放送のものです。あ、うわ、だから、あれです。やっぱ知ってるって、あえて質問してましたけど、うん、ミクが乗ってるんですよね、赤月ミクね。そうですね。1万4000人くらいが署名してくれて、うん、皆さんのイラスト募集をして、3枚、ミクのイラストが、うん、赤月に搭載されて、3枚のプレートに、いろんな種類のね、はい、イラストが出てますね。そうそうそう、うん、ちょっと動きが、ちょっと気になりますね。はやぶさの時もやっぱりみんなこんな風に固唾を飲んで。そうですね。はやぶさの時は、うん、ターゲット、まあ、ちゃんと取れたよっていうシグナルが出た時、マトカー先生がピースサインをしたのが有名ですが、なんか、しっかり分かったら、ピースって。ピースさんまたぜひ行ってほしいんですけどね。してくれると嬉しいですね。ニコ生見てる人に、その、的川先生のピース見た人って、どれくらいいますか？見た人はノーってやって、見たことない人へーってやってもらえると、どんぐらいの割合かなって。あ、やっぱみんな結構見てる人多いですね。高校のためにも情報を。やっぱり見てない人もいる。僕も見てないんですよ、実は。あら。あの頃は。僕ね、彼の宇宙ファンじゃないんで。あー。はやぶさよりは、の、たくさんで、秋くらいから宇宙好きになったくらいなんで。はい。という形で、そろそろまたイベントとして、9時36分、あと3分ちょっとですね。はい。で、金星の日陰に入る形になります。ここも、初めてバッテリーを本格的に使うという形で、赤月にとっては、なんだろう、試練というか、乗り越える通りなんですが、ここら辺もしっかりこなして、周回軌道に乗ってるはずです。これからは、太陽から見て、影に入る。そうそうそう。太陽から見て、金星の影に入るので、太陽パドルで発電ができないので、まあ、バッテリー運用。で、かつ、まあ、ずっと日向に売る設計なので、温度が下がっちゃうんです。なので、そこは各観測地とかをヒーターで温める運用を、日陰の出る1時間ぐらい、その運用をするっていうことになってます。自動と違うからすぐ冷めちゃうんですよね。そうですね。特にあとずっと日向が当たってるような設計なので、放熱する設計になってます。なので日陰になっちゃうとどんどん熱が逃げるような仕組みになっているので、その時はヒーターで温める。太陽に近い分、普段はいっぱい放熱しないと。そうそうそう。けど日陰はどんどん消えちゃうから、その差が結構厳しい。そうですね。ちなみに気になってたんですけど、はい、バッテリーモードで通信ができる。バッテリーモードでも通信はできます。うん、はい。通信は臼田さんとなの、メインの通信は臼田さんのはずです。多分鹿児島とかも追っかけてもらってると思うんだけれど。メインが宇田で、バックアップが鹿児島とか、結構いろんなところがアンテナを向けてくれているはず。やっぱり時間はかかるもんなんですね。そうですね。
さっきのお姉さん、はい、状況を教えてほしいんですよね。うん、で、今ちょうど太陽からの影に入っている。そうですね、33分から太陽の影に入っている、うん、ステータスになっているはず。何分ぐらい？終了までが10時40分なので、だいたい1時間。ああ、そんな長い間。結構長いんですね。それはやっぱり、それだけ、金星に近づいてるっていう。そうですね。今回、噴射をした、一番近づいたところが、だいたい550キロ。なので、まあ。550キロ近いですね。だって、地球ステーションの高度が300から400ぐらいなんで。で、ハッブルが600とかでした。うん、なので。から600ぐらいですよね。それぐらいの近さまで。接近をして、逆噴射しているっていう状況です。うんうん、あ、なんかズームした。あれ？このズームは、そっちですか？そっちですか？はい。はい、こちらでズームしたらしいです。はい、画面が気になります。あ、はい。確かに、確かに気になります。また伊藤さん、移動してまた集まってますね。うん。で、太陽からの影には今入って、地球からは今見える。はい。地球からは通信ができている位置にいます。うん、状況で言うと。うん、スライドをちょっと出しましょうか。はい、はい、出ました。はい、今が、よいしょ。あ、よいしょ。今が、はい、ね、状況説明。はい。で、赤月が今日こうやってきて、8時49分に、金星の、まあ、地球がこっちの方、地球がこっちの方向なんですが。右上の方向ですね。そうですね、右上です、うん。で、ちょうど、まあ、金星から、金星が、まあ、地球の影に隠れるところから、逆噴射を開始して、ぐるっと今回っている。この画面上左下のところからの赤い部分が地球から見た影。はい。で、うん、今この、日銀って書いてある影のところに入り始めているところ。二つ目の赤い太い方。そうですね。太陽が画面の下の方にあるから、この赤が赤に。ここ画面に判定室また出しましょうか。はい。はい。地はやっぱり固唾を飲んで見ている感じ。おっと。未確認情報誤報かもしれない。ちょっと取材で入って方のツイートがね、今あるんですけど、いや、あんまり未確認情報、まあ、言わない方がいいですよね。はい、ここら辺は気になりますが、まだ正確な情報を待ちましょう。そうしましょう。でも、うん、そうですね。どうも、ちょっと、まだわからないですね。あ、いいです。オレンジ T さん、出ていただきますか？来てます。じゃあ、ちょっと、さっき金星2個を紹介したので、パブリックビューイングに、初電磁 P さん、ソメサット。はい。サムサット、ごめんなさい。で、おなじみというか、の初電磁 P さんもいらしてました。こんにちは。おはようございます。どこですか？ようやく、去年の末から、キャンペーンをして、そうですね。1万1000人の署名が。あ、
これすいません、これはあのヤックのヤックの放送です。ですはい、映像はじゃあ完成はい。そうですね。で、1万4000人の署名で、初音ミット。はい。初音。おかげさまで。はい。はい、最初はですね、非常になんか小さいプロジェクトだったんですけども、なんか怒涛の勢いで署名が集まって、おかげさまで。はい。このぐらいの大きさのパネルですけど、ね、3枚ですね。ジャグさんに来ると、レプリカがあります。そうですね。今日はですね、まあ、これを見に来てるんですけれども、噴射はやってみたいなんですけど、まだ電波が増えたとか、ちょっと今まだ分かんない状況ですね。ですね。はい、ちょっと心配ですね。これですね。はい。はじめさんが。これは打ち上げ みたいですね。おー、はい、お願いします。そうです。あ、やっぱり見てる完成室の方が気になりますね。動きはない。コメントなんか質問かなんか来てなかったですか。あ、ごめんなさいね。はい。まあ今回は初音ミクトもあったんですけれども、やっぱりまあそれにも並行してですね。ワークブツキーがですね、この相模原に来るからですね、打ち上げを起こしてですね、飛んでいくことを見てるんですよね。はい、ですから、本当、まあ、このことですね、大体このぐらいの人の大きさにちょっと大きいぐらいのものなんですけども、とても綺麗なことですね。で、これが飛んでいくのを見たのでですね、はい、まあ、ぜひですね、人生のところに成功してほしいんですけど、ね。そうですね。そうですね。この、やっぱ、2009年の相模原キャンパスで一般公開に来まして、その組み立て中の赤字なんですけど、一般公開を見て、で、ここは種子島から打ち上げするように、中止、一回中止になってね。雨が降っちゃって、ね、ご苦労様でした。8分前でした。ミクワのテストして、大体雨が降るんですね。1回目が雨です。今日も天気良くないですよね。そうですね、打ち上げ自体は2日延期とか、3日延期ですね。18から21で、打ち上がって。半年って言っても早いですよね、地球から金星で半年っていってしまう。すごいことですよね。はい、今の状態で、光の速さでね、何分かかれる距離にいるわけですか。今がだいたい6300万キロで、距離、通信としては4分ぐらいある距離でます。地球と月の間が1秒ぐらいですね。1秒、はい、30万キロちょっとなんで1秒ちょっと、うん、に比べるととんでもない30倍さてどうでしょう。責任とかいらっしゃいませんなかなかね情報が細かいところが多い。ありがとうございます。ありがとうございます。そしたら難しい、はい、あ、この拍手はヤックの拍手になります。はい、隣の方が、はい、延長はどこしましょうかね。15分ほど終わりですがちょっとまた状況見ながら、ギリギリで決めます。はい。なかなか情報が来ないですね。そうですね。パネルのお姉さんがね、状況を知ってくれればいいです。ちょっと多分、確認中なので、いろいろ難しいんだと思います。セラミックラスターを使ったたくさんですよね。はい、うん、そう結果が来るといいなぁ。噴射してからもう何分ぐらい経ちます。噴射は9時1分で終了しているので、うん、もうだいたい40分ぐらい経ってます。45分ぐらいね。最終的な
移動の設定というのは、元々の予定では結構もう何十時間もあったんですか？元々12時間ぐらい。今日、さっき坂本先生がおられてて、どうなんでしょうか聞いてみたんですね。はい、そしたら、まあ、正確に軌道が分かるのは、やはり今日の夜、夜ですよね。はい。ただですね、めちゃくちゃことが起きてると、はい、やっぱり分かるみたいですね。はい。ちょっと心配なのはですね、電波が例えばまだ来てないですよね。だから、本社に失敗しないから、変なものを見たうん、なんか起きてるとまずいかもしれません。まだわからないです。はい、今のオプション。はい。はい、なんか緊張したんですね。ちょっと、ニコ生自体の通信も少し、なんか音声が途切れてるとかっていうのがあったので、ちょっと状況が良くないかもしれませんが、はい、ひとまず10時までは続けます。はい。あ、ゲストのこっち来たよ。大丈夫です。はい。あれぐらいの、マイク一つで拾ってるからね、距離が違うと結構変わっちゃうんですよ。質問であったのが、大体、初めに言っていたのが、夜の21時ぐらいに、起動が決定できて発表できるかなというのを言っていました。そうです。なので、皆さん今、仕事行ってるというコメントが多いですが、仕事から戻ってきて、夜のニュースとかで出てくると嬉しいなという形です。いや、私も仕事今日休んできてますから。あら。はい、同じく。そうですか。はい。同じく休んでます。死の本業やらせてます。死の本業。宇宙開発系は裏の本業でしたっけ？いや、これが本業です。本業です。いやいやいや、私は何でも真面目にやります。スイスの雰囲気がね、ちょっとよくわかんないですけどね。そうですね。予定通りなのか、レギュラーなことが起こってるのか、うん、せめてその、ワンビット通信でいいんで。それでだいぶ違うんですかね。レギュラーかのみ。ああ。記者、プレスで入っている方の方になかなか情報が降りてこないですね。今来た。何が起こる？簡単に誰か教えて。はい。じゃあ、かっちゃんに、今日12月7日に、金星探査機暁という、金星を観測する探査機が、ちょうど金星の、周りを回るための、軌道制御をしているところです。日本の衛星です、ね。はい。今日の、8時49分からその軌道変更の噴射をして、9時1分に終了したところなんですが、今それの結果を、運用室の映像を流して見ているところになります。初音ミクのイラストプレイとか載ってます。大事なものが。日本の、上げた衛星が惑星の周回軌道に入るっていうのは初めてだったんですね。前へ挑戦してます。それは失敗した。そうですね。ノドメが失敗して。はい。成功すれば今回初めて火星のですね。で、その他にまあ、月を回っていたりとか、うん、糸川、まあ、小惑星糸川とランデブーをしたりとか、それに、まあ、近いようなことは何回もやってるんですが、他の惑星に、日本の探査機が投入、その周回軌道に投入されるっていうのは初めてのケースになります。ぜひ成功してもらいたい。僕のイラストだけじゃなくて、いろんな人の名前も。そうですね。署名としては、はい、26万人の署名が、プレートになって、暁に搭載される。はい。まあ、僕もですね、ミスばっかり言ったわけじゃなくて、いろいろ全部ミスばっかりですけども、小学校ですね、たちがですね、いっぱいいろんなメッセージがたくさんあるんですね。はい。なんかすごい熱心にやってますよ。はい。結構小学校で、足型とか手型とか、クラスで共同してとかでやってますよね。はい。あれ、個人だと、名前とメッセージを送って、団体だと、色紙を載せてくれますね。うん、はい。他の方。
緊張どうしましょう。緊張、どうしようかね。ちょっと待ってくださいね。やめるのは自分で。そうですね。あの、ギャラリーに聞いて。今って通信、ニコ生見れてますか？コメントが途絶えたような気が。あ、コネクションは貼ってるか。ちょっと待ってね。お。あ、はい。なるほど。あ、これは、かな。はい。あ、動いてる。あ、動いてます。はい、ありがとうございます。こっちを回復するのもいいんですけど、暁の方が、なりますね。はい。ですよね。どうですか？延長で大丈夫ですか？ちょっと、そうですね。会場がね、あの、の問題もあります。パブリックビューイングが確か10時ぐらいまでだったので、うん、まで使えるかによりますが、とりあえず延長しておきましょうか。そうですね。まあ、あと5分経ったらですが。はい。はい、少しちょっと今延長の準備をし始めてます。はい、はい、スマスクセラミックスラッサーの噴射であったりとか地球の影に入っている時にはね、あの完成式の映像テロップをフリッター、はい、出してくれてましたが、うん、ちょっと今状況がやっぱり、確定できてないので情報が降りてこないかと思います。うん、情報ではなんかあまり嬉しくない情報が来てます。そうですね。あ、これか。はい。今、富岡さんというか、はい、小島のテラッチーツイッターを探してますが、はい、探してくれてます。電波が来たかのちょっとどうかまだ来てません。私にも分かりません。うん、あの嫌な予感がしてないわけじゃないですけど、まあそこは祈りましょう。うん、はい、そうですね。そうですね。金星の、まあ地球から見て、まあ金星の影から出てくると通信を回復してくれている状況なんですが。完全なデータが降りてこないのか、ちょっと状況がまだ分かりませんが、はい、状況が分からないという状況なんです、はい、そうですよね。一番辛いですね。で、噴射をしてから、影に隠れるまでのところは、うん、テレメトリーが正常に来ていて、順番として、はい、噴射します。噴射した後に、はい、地球から見て、まあ影にか、ね、はい、地色に入ります。向こう側にしまって、隠れてしまって、通信できなくなってしまう。で、そして、噴射が終わる。はい、で、終わった後に、あの、噴射がどうだったかっていうのをデータを送る。前にあるか、地球の影まず入ってから、地球の影から出てきたら、はい、受け取れるはず。はい、うん。で、そのところで、さっき状況をもう一回言うと、噴射の開始と、まあ、影に隠れるよっていうところまでは、状況が分かっていて、で、今分かっていないのが、影からまた出てきて、通信が、正常にできているかどうかっていうところが、うん、まだちょっと状況としては分かっていないっていう状況になります。
僕らももや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 そうですね。コメントでどれだけ通信、噴射したか分かってるかっていうのがありましたが、噴射を続けてたっていうのは、地球のか、そうですね、影に隠れるまでは分かっているんですが、出てきてからの、はい、情報がまだ出てないので、11分間、噴射ができたかどうかっていうのは分かっていないです。噴射発表がありました。はい。通信が回復していない。そうですね。これが今のところの今、プレスルームの方にいる記者さんからの情報で、通信弾から回復するところですね、はい、になったところで、その回復した状況にはなっていないっていうのが説明されたそうです。はい、まあ、例えば噴射に失敗してですね、あさってとかですね、何しろ爆発しちゃったとかですね、はい、いろんなことがあるかもしれない。そうすると通信が回復しないと、ね。そうですね。あとはまあ、アンテナが、向いちゃったとか、いろいろ状況は考えられますが、ちょっと方向が違う場合でも、アンテナ向け直したりとか、探す作業とかもあるので。アンテナはですね、いくつかあってですね、展示とかですね、どっち向いてもいいですね。はい、あとはまあ、こういうとこで、地球向いたりとかっていうのがいいですね。はい、全く電波が来ないというのはちょっと高い。うん。そうですね。この投入の時は、平面アンテナのハイゲインっていうのは使えないんですけれども、通常は確かミドルゲインアンテナっていう中離特のアンテナで、地球と通信をしていた。中離特の方だと、多少方向がずれて。そうですね。かなりこういって。電波が弱いんですけど、弱いじゃないですか。遅い入れてになっちゃうんです。こう、通信ができるというのが、ですね。はい。ちょっとじゃあ、どうしましょう。延長をしときましょうか。そうですね。はい。プレスルームの記者発表が始まったみたいですから、はい、それの状況を伝えるところまでは。行きましょうか。じゃあ、ちょっと続けます。あまり良くない状況です。そうですね。はい、説明、プレスの説明、始まったようです。はい。はい。プレスルームのこちらの方で。そうですね。しばらくは、通信の状況のレベルからの話になりますので、まとまっている情報っていうのは、しばらく、断続的になると思います。通信が途絶えた後どうなのかわからない。そうですね。可能性として今いろんなことが考えられるところです。一つが、まあ、あまりケースとしては考えたくないんですが、例えば、まあ、噴射で爆発してしまったとか、はい、あとは、噴射が途中で、止まってしまって、想定としている方向と別のところに行ってしまっているとかですね。金星を回ってない感じだとどっか行ってますね。そうですね。噴射が弱いと金星からまた離れてきてしまうので、それもちょっとやっぱり良くない。ここは、ちょっとまた状況を待つしかない。可能性と、まあ、ここら辺は可能性の話しかできないんですけども、まず大きなターニングポイントとして、金星を、まあ、予定通りに、回ってない可能性が高いとして、金星を回っているか、回らない軌道のままなのか、はい、そこが大きなターニングポイント。そうですね。所定の噴射時間よりも、まあ、少々短くても、すごい大きい楕円軌道を描いて、また金星に戻ってくれるっていう状況もあるので、その場合であったら、リカバーが、なります。もし、噴射が弱いんですね、そのまま金星の周回軌道に入らないで、飛んでちゃうんですね。そうですね。はい。で、確かですね、また数年後ぐらいに、前が戻ってきたら、金星が戻ってくるって聞いたんです。
レベルです、ね、そうです、7年後まあ、その時にはもう多分、ね、はい、運用予定が確か2年ぐらい見てますので、その7年後に戻ってきたとしても動かせる可能性はあまり高くはなかったですね、はい、そういう話までは聞いてるんですが、とにかく順調でないっていうところまでは判明してました、はい、うん、またそうですね、電波を拾、まず電波を拾ってくれることから、その情報がまず来てくれることを願います。記者発表が始まったようなので、記者への最初の説明が通信に回復していないという情報らしいので、それ以上の情報っていうのは多分ない。これからどういう対応をしていくかっていう話しかないですね。今日すぐに分かるかもちょっと分かりますね。早見さんの時にまた声してくれるといい。そうですね。はい、おお、会長はあれなんだ、はい、すいません、今の拍手は約宇宙なんだっけ、あの別の教育放送の方の、放送終了の拍手でした。はい。はい。ちょっと紛らわしくてすいません。探査機の望みの時も、いろいろ、はじめ、その、スイング前の時にスラスターがうまくつかなくて、ミッション延長で、また火星に戻せる、リカバーをして、火星に向かおうというところまでは行ったんですけれど、やっぱり、別のトラブルとかが発生して、火星の周回軌道に投入できなかったっていう、前回の経緯とかもあります。そこら辺はやっぱり、いろいろ乗り越えてきているところはあるので、やっぱり、無事、なんかやっぱり、まず電波が来てほしい。はい。粘り強さをぜひ、出してほしいですね。その通りです。はい。いまだに、追い出しというか、はい、向こうが終わってから来たって人もいるんですか？はい。そうですね。では、夜に生放送でやるんですか？それも状況次第なのかもしれません。そうですね。予定は見えない。はい。最初、昼の放送の予定もありましたか？そうです。ここの展示室の、紹介を。どんな放送をやるんですか？これが何の機体かみたいな。今日の何時から？12時からです。今日の12時。お昼の。はい。お昼から、ここの。ここの、そうですね、相模原キャンパスの、展示室、一般向けに公開している展示室の、展示物等を紹介する予定です。はい。それは、一応今ご予定している。が夜はまだちょっとわからない。はい。そうですね。ちょっとこの後の放送も、状況を見つつ、はい、やるやらないを判断していきたいなと思います。なかなか厳しい状況だとコメントしづらいものがありますね。厳しいですね。厳しいなこと。
臭くなっちゃうしね。はい、まあ、はい、順調であれば、IES 兄とかを呼ぼうかなというふうに考えてはいたんですけれども、ちょっと、もう、状況が見えないところでは、はい。あんまりはっきりしたことは言えないでしょうね。うん。状況であんまり。的にははい。スラッサーの当社まではね。そうですね。うん。やっぱりこの後は運用室は状況はしばらく変わらないでしょうね。あ、競技中って感じですね。はい。そうですね。今多分ね、記者室の方ではプレス。の説明がされているところだと思って、うん、まあそれでもやり取りで何か情報が出てくるかどうか、はい、それでも多分通信が戻っていませんという情報以外はなかなか出てこないと思いますね。段階だと今後の対応についての情報ですね、はい、それもやっぱり時間がかかる。ちょっとやっぱり記者さんの方も情報がやっぱさっきから更新はされてないので、通信関係の状況しかやはり分からないという形になってます。残念ながら、分からないというところは分かってる。はい。そういう状況ですね。まだタイプ繊維しないですね。ね。松浦さんと、はい、同じですね。はい。記者室の方にいる松浦さんとかの情報ですけれど、はい、10時6分現在で通信はやっぱり回復してませんという形です。で、これが、まあ、たった今というか1分前なので、本来であれば、噴射をして、まあもう1時間ぐらい前になってしまうので、そうですね。本来であれば通信ができているという状況ではあるんですが、残念ながら、今現状、暁からの通信がまだ戻っていないという状況です。お腹痛い人大丈夫か？あ、温めてな。冷やさないように。はい、はい、冷たいところにね、いるのか、もしかしたら気分が違うところにいるのかもしれない。はい、そう、金星ちゃんちょっとパワーをもらいたいです。そうですよね。あ、そうか、金星人だ。いやいや、ちょっとされたか。一個見つけて、SNS 捕まえちゃったんじゃない。ああ、なるほど、ね、魅力的すぎて、ね、なるほど、ね。ましたジョージョ、どう、噛みました、すげえ噛みました。はい、状況かばしくないですね。はい、詳しいですね。はい、で、はい、今日の8時54分から金星投入の噴射をしていたんですけれども、正常であればまあ9時、そうですね、9時15分ぐらいから通信が回復して、正常な軌道に投入されていますという情報が流せるというところだったんですが、現状今の段階で、金星探査機の暁からの通信が、回復していない形になっています。なのでまだ、どのような状況になっているのかというところが、不明な形になっています。本当にどうなの？分からない。そうですね。死んじゃってましたね。え、ちょっと回復するとまた手がかり。そうですね。完全に途絶えた。まず、まず何かの電波があるだけで、うん、はい、そうですね。宇宙圏にはチビット通信とかもありますので、そうですね、状況が掴めるとかっていうところになると思うんですけれど、
から。日陰って通信課題って感じ。はい。質問があります。日陰の時でも、バッテリーで通信はできるような状況になっていますので、今回の運用では日陰の時も通信はやりますっていう、方針でした。だけども、まだ戻ってきていないっていう。はい。通信が回復していないっていう説明なんですね。そうです。で、回復していない、回復しない可能性として、どんなパターンで考えられますか？これは言いたくないんですけど。一つはまあ、そのスラスターのトラブルとかで、衛星が、まあ、爆発とか機能不全になってしまったっていうのが一つ。あとは、噴射の量が少なくて、あとは方向がちょっと違って、思っていたところと違う方向に行ってしまったっていうのが二つ。金星に衝突っていうのは多分可能性としては相当低いと思うんですけれど。はい。そうですよね。というところで、あとは、ちゃんとした軌道に戻ってるんだけど、アンテナの通信ができていないだけっていうところも考えられるので、機能は正常だけど、今のところ、経理とかを含めた基本的な通信が、今状況で取れていないっていうところが考えられるので、やっぱり、自動投入ができたできてないっていうのは、しばらく、そうですね。はい。時間がかかるか。本来であれば、いるはずであった場所にいるかどうかも、今わからない。からない、ね。そうですね。まず通信が戻らないと、それもわからない。ので、状況としては多分、レスキューというか、探すオペレーションをもう始めてるんだと思いますけど、ね。捜索なんだ。はい。そう考え、はい、いや、それもやっぱり情報を、私的には多分やってると思いますけれど。うん。でも、公式のアナウンサーもない。はい。はい。もし、だから通信回復しないとなった場合、通常やることといったら、まず探す。まず探すことです。はい。この噴射はもともと非常に難しいところです。前にもアメリカのマーズパスファインそうです。噴射と記者を爆発した、それで通信途絶と。そういうことがあります。うん、はい、惑星の軌道投入っていうのは、難しいです。はい。一発勝負、やり直しが効かないとかっていう感じで、やっぱり各国、すごい苦労している。オペレーションの一つです。そのタイミングを逃すと、やっぱりダメだし、副量がちゃんと正常で、向きも合っていないといけないとか、やっぱりいろんな要因、すべてがクリッカルな要因。全部真っ赤ですね。惑星から、惑星、つまり地球から他の惑星に向かうときっていうのは、はい、基本的に太陽を中心とした動きになる。そうですね。惑星間軌道に乗ると、まあ、人工惑星のように、まあ、地球とか火星、金星とか、惑星の動きと、同じ形の軌道をとって別の惑星に向かうというような形になります。そういう、いわゆる、まあ、人工惑星状態。そうですね。人工惑星であるときのスピードと、人工衛星。惑星の周りを回る衛星になるときのスピードの相当なものなんです。それが結構一概に言えなくて難しいところなんですけれど。今回その暁が金星に向かうとき、大体その重力圏に入るまでは秒速3キロっていうスピードで金星に近づいてたんですが、重力圏に入ると一気に加速をして、多分ちょっと調べてないんですが、近点そのちょうど吹かすときのその相対速度っていうのは、多分初めが3なので、多分6か7とか、吸い寄せられていくからですね。そうですね。減速するんですね。金星に落ちていくっていう、ね、はい、重力圏に入って、どんどん加速して、で加速し、その重力で加速しているところで減速をして、その、金星の重力圏の中に入るっていうのが今回の
ペレーションだったんですけれど、ちょっとまだその結果がない。うん、坂を降りながら、その坂の下の方に扇風機でブワーンって吹かして落ちないようにするみたいな、そんなイメージ。坂からまあ、登るときに、適度な減速をして、その、捕まえてお椀の中の、その、すり鉢の中に。アリティオークみたいな、はい、そういうところにぐるぐる降りてる感じ、ま。そうですね。と、やっぱり、切り替えてもらってますが、運営室は動きが、ちょっとわからないですね。ちょっと、この場のディレクターさんは誰かあるんですか？特になかったりします。はい、そろそろ決めますか？ちょっとあ、はい、と周りの前までまた、はい、周りの状況もちょっとそうですねありますので、うん、一旦ここで、はい、そうですね、通信が暁からの通信が戻ってくることをちょっとね願うしかないんですが、うん、また通信が回復したっていう続報が入ることを個人的には願って、はい、おります。入ったらすぐに、はい、ですね。まあ、このまあ、はやぶさみたいに頑張ってくれますよ。そうです、うん。そうです。なので、ちょっと、今回、8時から、金星周回軌道投入の暁の、状況を生放送でお送りしましたが、ちょっとまだ、暁から電波が戻ってきてませんが、ちょっと、戻ってくるはずです。なので、ちょっとそれを、ここで待ちながら、うん、この放送自体はちょっと一回終了させていただきます。はい。なので、はい、今日はどうも見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。すいません、飛び入りで入りました。はい、ありがとうございます。ということで、はい、皆さん、続報を待ちましょうという形で、はい、放送を終了させていただきます。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。